えい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 。おーい、抜けていくぜ、おーい。はい、どうも、インディキマジシャン、テルサでございます。どうぞよろしくお願いいたします。おい、今日待ちきりますよ。さあ、今日もここ、マジックバーインディからお送りしますね。このチャンネルは私、インディキマジシャン、テルサが、いろんなマジックを実現するチャンネルでございますね。チャンネル登録をされてない方は、ぜひチャンネル登録をしてみてください。毎日シュールな動画を見れるかもしれませんよ。さあ、チャンネル登録をされてる方、コメントやリクエストはバッていいのもよろしくお願いします。おい、さあ、今日も元気よく、マジック進めていきましょうね。今日は、こちら、もうあるやつでございますよ。ロープマジックでございますね。まあ、ロープマジックはまあね、ちょっと地味でちょっとそう、まあ、一般の人に、ね、見せても伝わりにくいとかいろいろあるんですが、こちらのロープ、ドロップノットというマジックでございますね。もう古くからあるマジックでございますが、そちらのちょっと新しいやつでございますね。タロープ6っていう、商品になっておりますね。こちらドロップノットでございますね。こちらはもう説明書を見なくてもすぐできちゃうやつでございますね。もう目をつぶってもできそうなやつでございます。とりあえずやってみるぜ。おいおい、さあ、こちらにピンクのロープがあるぜ。おい、さあ、このロープを結んでまいりますよ。さあ、こんな感じで間違いなく結んじゃうぜ。おーいと、さあ、どん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 結んでいきますが、この結びがなんとほどけちゃうぜ。おーい、さあ、とりあえず結んでいくので黙ってて見てくれよ。おーい、さあ、どん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 ダマのようになっていくぜ。おい、さあ、こんな感じで長細くなるので、おい、このダマはさらにダマの中に入れて結んじゃうぜ。応援、そうすると団子状になりますよ。どん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 団子状にしていくぜと。さあ、結んで応援。さあ、この状態。さあ、こっからでございますよ。ここからほどくのはかなり難しいんでございますが、インディキは応援マジシャンでございますので、さあ、ちょいとイラうだけでこの結び目がほどけちゃうぜと。おい、さあ、こんな状態で OK だぜ。おい、さあ、ダマになってるぜ。上行くぜ。ワン、ツー、スリー。おい、外れちゃうよ。おい、おい、いかがでございますか。ドロップノットというやつでございますね。まあ、ロープを結んでいって、おまじないをするとスコーンと抜けて短いロープになっちゃうという、まあ、これはね、かなり、派手やしね、ちょっとお客さんの受けもかなりいいやつでございますね。まあ、何がこう新しくなったかと言いますと、まあ、種の部分でございます。種は確実ありますんでね、種の部分がちょっと優しくなったって感じですね。素人の方でも扱いやすくなっておりますね。まあ、ホーナイトメア的なやつでございます。で、セオマジックさんで売ってますね。こちらなんと6380円しちゃうぜ。おい、さあ、こちらのカラーはなんかね、私の知り合いのマジシャンが特注で、注文したらしくて、なんか使わないんでちょっといただきまして、ありがとうございます。ウィー、さあ、このね、ドロップノットというのはまあ古く柄、あれ、これはまあ古いやつでございます。こちらはちょっと種が違うんですが、僕はこっちの旧昔からあるやつの方が好きですね。ちょっとガサツなんで、いいんときはね、こう雑に扱ってもまあまあ大丈夫っていうやつですね。で、こちらはちゃんと見てないとできませんが、こちら慣れるとね、もう目つぶってもできるやつでございますよ。これはこれでね、なかなか面白いんですけどね。まあ、現象は一緒ですよ。まあ、とりあえず、まあ、結んで、どん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 結んでいくってやつですね。こんな感じで、どん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 結んでいって、ちょいと最後におまじないをかけてあげると、よいしょ。おい、えい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 、おい、抜けていくぜ。おいって、まあ、同じ現象でございますが、こちらはちょっと旧バージョン、ちょっと古いボロボロでございますがね、ドロップノットでございますね。かなりちょっと面白いんで、持ってない方は、まあ、1個持ってとちょっと重宝するマジックだと思いますね。さあ、今日の動画この辺で終わりたいと思いますね。次回の動画もお楽しみください。それでは皆さん、さようなら、またね、バイバイ。おいー。